DJ ミニツ、DJ ミニツ。この高さだったらこの植物当たんないね。行きましょう。ちょっと感度上げたいな。200にしましょう。200、はい。行きましょう。そうか、マニュアルができるようになったのか。あれ違うな。マニュアル？今はできなかった？あれどうだっけ？で今 92% ね。12分13分食べるってこと？違う。ちなみに今ノーマルね。スポーツやってみようか。スポーツモード。さあ、うわー、カクッときたね。カメラカクッときて、で今高さをそうね、ちょっと上げとこう。 20m にしとこう。スポーツモード15、毎秒15m、早いね。お、またカクってきた。やっぱジンバルがカクっとくる。あ、遠い、船遠いよ。1キロ、もう700m、 800m、900m、 1キロ、もうあっという間に1キロいけるね。で RC、 もう向きをこうちょっと高くして、おお、引き波綺麗だね。画面収録ビデオ写真に保存済み。あれ今止まっちゃったかな。あ、ちょっとやばい、カクカクしてきた。ここら辺、あ、野球場まで来たね。 1400m 全然いけるね。ちょっと下がってみると木とかがあるからな、難しいだろうな。あー、ダメだ、機体の信号干渉。ちょっと上に上げて、よいしょ。機体の信号干渉って出てきてね。ちょっと木がねどうしてもあるんで、一応高度を少し上げようか。高度これぐらいまで上げれば、あ、電波安定するね。1キロ、あー、けど全然安心感あるね。DJI ミニ2、ピント合ってくれ。 DJI ミニ2、 DJI ミニ2、いいね。はい、 DJI ミニ2ね、今日飛ばしてみました。とりあえずセットアップして、届いてからセットアップして飛ばしてみました。飛ばした感じはね、すごくね安定してます。やっぱ電波がね切れない。オキシンク2、これがねやっぱでかいですね。
今までのマビックミニだと電波 500m、 ここだいたいここだとね 400-500m で不安定になって映像遅延が始まってたんですよ。で途中で固まって見えなくなるとかあったんですけども、今日は全然ねほぼほぼなかったですね。まあ1キロぐらいは 1.2 キロぐらいは普通に飛べました。ただバッテリーの減りが早いので、風がねほぼほぼない状態でそれぐらいかな。で、半分ぐらいにはね 50% ぐらいになったので戻してきました。まあ 55% ぐらいでね戻してきて、で近場でちょっと遊んでみたいな。でまあ一番減っても 25% は切らないような感じで飛ばしてます。まあできれば 30% 切らないぐらいで、飛ばす方がバッテリーには優しいです。バッテリーね、あんまりもう 10% とかね持ってっちゃうともうそれ死んじゃう可能性があるので、ね、まあ、死ぬというか大気膨らんじゃうとかね、そういう感じになっちゃう可能性があるので、まあ極力ね、あとはね機体も不安定なんでね気をつけてください。飛ばした感じオキシンク2すごく安定してるんで、すごくいい。ただまあカメラに関しては、まあ今までのね、感じとあまり変わらないのかな。まあ 4K になったっていうんでちょっと家に帰ってみたいんですけども、パッと見た感じもやっとしてる部分はあったんですけども、まあそれはちょっと実際見て 4K で見てみてください。で皆さんの感想で、今日なんで 4K でねアップする予定なんで、映像もねアップしてると思うんで、でまあね、けどこのサイズでこの飛行で音も静かだし、これはねありですね。今までちょっとね半年とは言わないんですけど何ヶ月かね飛ばしてなかったんですよ、ミニに関しては。それはなぜかというと距離が飛ばせない、電波が弱いっていう、要は都内とかで上げるときはいいんですけど、まあ人口密集地で上げるときに、まあ、許可を取ってですね、まあ、申請とか場所の許可とか取ってあげても、ちょっと電波が数百メーターで切れちゃう可能性があるので怖いんですよ。けどこれはねいい感じでね切れないんで使えそうですね。すごくいいと思います。軽いし、ね、めちゃ軽で、バッテリーもちょっとね増えたのでそういう意味ではいいかもしれないね。2機あればバッテリーが6本、今6本7本バッテリーが7本あることになるんで、それでねいいですね。はい、今までのマビックミニのバッテリーが使えるんで、バッテリーが6本7本になってるんでね、とてもね運用が楽になりますね。ただまあケースをね同時に持っていくのかっていう問題もあるんですけども、基本この今入っているバッテリーはミニで問題なく飛びました。ミニバージョンでね。じゃあちょっと電源入れてみる、これどうなんだろう、入るかどうかだけやってみようか。まあ飛ばしはしないんだけども、今日は問題、システム的に問題がないのか、使えそうですね。これ重いバッテリーですね、海外仕様のバッテリーも、ね、問題なくね、使えそうですね。海外仕様の バッテリーもそのまま問題なく、おでこれでもうペラ回せば飛びますね、ギューってね。まあこうなると申請とかにいろいろねややこしいことになるんで、ちょっと今日は飛ばさないんですけども、バッテリー的にはね問題なく刺さります。海外バッテリー使えるね、海外バッテリーも使えます。まあさすがにここまでいくと240何グラムとかになっちゃうんでね、まあこれはね申請してからしようかなと思ってます。まあ飛びますねこのままでもね。はい、じゃあ電源は海外版も使えそうですね、使えそうというか、まあ電源入りました、問題なく。もう1本ぐらい飛ばして帰ろうかな。まあもうちょっと飛ばして帰るんですけど、今日はねこんな感じでね、新しい DJI ミニ2を飛ばしてみました。とてもねいい機体なので、これは僕は買いだと思います。今までのミニを持っている方、ミニで不安定とかね怖いとか
あのリターントゥーホームすぐかかるとかね、そういう悩みがあった方はこれですぐかほぼほぼ解消されるんで、あとは風スピードも速くなりましたね。実際今度ね、いろいろね比べてみようと思うんですけど、体感的にはスピードもかなり速いです。うん、やっぱりそれはいいと思いますね。はい、まあ、そんな感じでね、今日は終わろうと思います。もしもっとグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。